NHK 日曜討論で暴言、れいわ新選組が大炎上。28日に放送された NHK の日曜討論において、れいわ新選組の大石あ子さんが、おじいちゃんがおにぎり1個を盗んで逮捕される国で、子供を育てようと思いますかなどとの暴言を吐いたとして批判が殺到し、大炎上してしまっておりますが、こちら、相変わらず、 何を主張したいのか、まあ、よくわからない発言となってしまっておりますが、ま大、あ、石さんが主張をなされたいことを推察しながらお話しいたしますと、まず、悪いことをすれば、誰でも罰せられるのが法治国家でございます。まあ、どの国でも、人様のものを盗めば、犯罪行為として処罰されますが、そのような中で、特定の属性の方のみ逮捕されないとなれば、子供の善悪の判断には、 かなりの悪影響を与えるだろうと思われれ子育てに支障がが生じる恐れがございますまた生活が厳しいのであれば生活保護の制度がございますので将来生活に困ったら大石さんが主張されているように犯罪に走ることなくですね役所に行って相談するといった教育を子供に行うことも可能でございますけども大石さん 立法府の国会の一員であれば、日本の法令を尊重していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。